ジェネシス2はアメリカ合衆国の民間企業ビゲローエアロスペースによって設計、製造され2007年に打ち上げられた実験的な宇宙ステーションの2号機である企業によって軌道に投入された世界で2番目の宇宙ステーションモジュールでもあり2006年に打ち上げられた島行きのジェネシス I とともに長期間の宇宙居住の実現性を確認するための様々なシステム 材料、技術の試験を行っている。ジェネシス各機や、その他のビゲローエアロスペース社のモジュールは、アメリカ航空宇宙局のトランスハブの設計をもとに、している。ジェネシス2では、先代のジェネシス I からいくつかの点で改良が、行われている。ジェネシス2では、ジェネシス I で使用されていた標準的な誘導制御システムに加え、リアクションホイールと精密測定システムを持ち、 燃料を使用せずに機体の回転を制御することができる。積み荷や機体の状況を内外から撮影するためのカメラも、ジェネシス・アイの9台から22台に増やされている。また、ジェネシス・アイでは一つのタンクによる膨張システムが使用されていたが、ジェネシス2では信頼性の向上とより細かいガスコントロールを行うために複数のタンクによるシステムに置き換えられている。さらに、 外装の強化と熱管理のためにレイヤーが追加されている。最後に船内の環境を保つための気圧、温度、姿勢の制御と放射線の感知のためのセンサーが追加されている。ありがとうございます。